皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もキングオブライフで遊んでいきます。さあ今はですね、新型コロナの影響でものすごいことになってますよね。私の福岡県も、緊急事態宣言ですか、発令されてますので、いやーなかなか外出もできないんですけど、何なりとお申し付けください。今日は土日の土曜日だったんですけど、朝だけガソリンを入れに行って、あと薬局に少し寄ってから帰ってきて、それから一歩も家に出ないでゲーム実況とライブ配信ですね、させていただきました。先週の土日は全く出なかったからですね、まあなるほど系は今のところ大丈夫なんですけども、お仕事はですねやっぱり休めないからですね、休んでもいいですかね、ダメですね。ということで、やっぱ働かないといけないですよね。すごいセミゲーですよね、ウイルスと仕事との。いや、ただあれなんですよ、昨日で、お昼ご飯ですか、宅配のお弁当屋さん頼んでる時あるんですけど、そちらがゴールデンウィークまで、臨時休業されちゃうということで、お、視線を外されましたね、今。いやー、ですから、お昼どうしますかね。お弁当を買っていくか、結構出会いますね。なかなかお嫁さんになっていただけないと。今日は、あなたは幸運です。どの子ですかね。あとお二人くらいですよね。あ、こちらのお二人ですかね。消しますけど、あ、左上の昇格できますね、行きましょう。おお、中老将っていうんですかね、昇格いたしましたね。おお、リクソンさんいいですね、五の武将ですね、軍師ですかね。広く攻略を施し、持ってその辺を見る。いやー、政治がやっぱりお高い。広く攻略を施し、持ってその辺を。もうレベルも一気にマックスでもいいですけど、5G で抜擢しましょう。男爵になりましたね。他の方はレベル、あ、もう私はあまり上げてないですね。あ、普通にディクソンさんが一番高いですか。武力系の方、あ、ガクシンさんも100ですね。カコートンさんいますか。現状の武、見せてやろう。いや、お昼ご飯どうしますかね。カップラーメンとおにぎりとか、あとお弁当コンビニさんとか、あとお弁当屋さんは多分空いてると思うんですよね。今日私お昼ご飯はお弁当屋さんでお弁当帰りに買って帰ってきましたので、テイクアウトはまだ大丈夫みたいですよね。平和さん、申し訳ない。今、ピクセルガンさんのライブされてるみたいですけど、平和ゲーム実況さん。私今ゲーム実況を取りしてるから遊び行けませんって言ったらですね、今返信いただきましたね。ってですね、申し訳ない。いや、もうちょっとお時間があればですね、遊び行きたいんですけど、そう、ピクセルガン 3D さんで遊ばれてるんですね。私もライブさせていただいてますね。4日に1回夜8時から今遊ばさせていただいてます。お、演舞場もちょっと行ってみますか。甲冑さんで、カンネイさんでもいいですけどね。さあ、ちょっと捕虜の方も。おぉ、カユーさん、捕まった。あ、ちょっと自動拷問しないと。あ、なんてひどい。すげえ、ソウジンさん。加工園さん。いや、加工島さん、今、武将でいらっしゃるんですけどね。加工園さんですよね。いとこでしたっけ、確か。兄弟ではなかったと思うんですよね。さあ、では、こちら行きましょう。エンタンさんとキレイさんですかね。関東の戦いですか。さあ今レベル上げたら結構いけるんじゃないですか。お、武力も 6.2 万、兵士は何倍ですか。28000万。1100万、47万対4700万ですか。いいですね、まだまだ余裕ですね。さあではスキップしていきます。さあ、エンタンさんですね。武力は、あ、カコートンさん、レベル、あ、ガクシンさんのですか。ガクシンさんもなんか艦隊っぽいの、あ、違いますかね。ガクシンさんの方が強いんですか。三国さんの中では、
加工党さんはものすごく武力高いんですけどね、学生さんは普通よりちょっと高いぐらいですよね武力。さあではボス綺麗さんまでやってきました。お、一撃じゃなくなった。お、来ましたね。そういえば今この間にあれですよね、トマタイプさんがコメントですね、ありがとうございます。東方キャノンボールさんのサムネイル画像ありがとうございます。この後夜10時からライブですねさせていただきますので、でそちらでぜひですね画像を使わせていただきます。さあ次のステージはこちらですか、行ですか。そういえば先ほどのご飯問題ですけど、昔のまあこういう中国の時代とかもそうですけど、昔に比べてやっぱり今はものすごく食が発展していろんな美味しいものを食べれますからね、いいですよね。中国といえば中国料理と中華料理もあるんですけども、皆さん違いわかりますか、中国料理と中華料理。中国料理は、まあ、中国全般の料理です、まあ、そのままですけど中国で食べられている本格的な料理が中国料理で、中華料理はですね、確か日本人に向けにアレンジされた料理のことですね。味付けが日本に合うよ、日本人に合うようにされてるんですね確か。ですから中華料理って書いてあったら、日本人向けで、中国料理したら中国の方向けっていうんですかね、になってるんですよ。ぜひですねちょっと気にして今度見てみてください。さあでは行ってみましょう。超聖祭ちゃんっていうんですかね、大きい花持たれてますね。花瓶に入るかしらってことですかね、小さい花瓶、細長い花瓶ですかね、大きい花瓶にしてください。では行きましょう。いっぱい感じちゃった。いや入りきれないよくわかるです。おー、よかったですね。もうなんかあまり凝視できないからですね、見つめられないからですね、ちょっとすぐ取っちゃいますけど、あとでじっくり動画見直しますのでご安心ください。では次は、いつも頑張って偉いわね、だから今日は私に甘えていいのよ。あーでも今日は甘えられない、明日甘えます。ですから次はですね、ホレンちゃんっていうんですかねになりますね。単方がなかなか最近お会いできても落ちてくださらないというですね。聖戦が40ですか、あとお一人しか来られないですね。今は、ステージがどこですかね。11ですか。おそらく。いや、結構まだまだ先は長いですね。さあ、他に何かできますかね。戦役とか時間帯が違いますからね。お昼12時から2時間と、夜は1時間ですか、夜8時から9時、ちょうどライブしてますね。まあ、休日はゲリラライブ配信、今日もさせていただきましたので、多分明日もですね、今自粛モードですから、陽性ですから、ゲリラライブもさせていただきますので、ぜひですね、皆さんよかったらお越しくださいませ。では、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。